このゲームはザンクトヤコブパルクで行われます。3万8000のスタジアム収容人数を誇り、数多くの国際試合も開催されています。この時間は日本対マルタ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。日本国国歌お聴きいただきます。このゲームは 3-5-2 のシステムで今日来ているようなんですが、北澤さん、はい、どんな意図のこれ基準になってくるんでしょうか。 3-5-2 になってくるとやはり基本的にはサイドポリーですよね、はい、サイドの選手が高い位置を取ってそこでボールが受けられる場所によって攻撃的に行けているのか、うん、守備的になってしまっているのかというところになりますよね、はいはい。まあ、どうしても守備的になってしまうとこのワイドの選手が5バックになってしまうと、うん、ちょっと押し込まれているという形になりますから、はい、このシステムで狙いたいのはサイドが高い位置を取る、サイド攻撃をしたいということが狙いになりますよね、はい。さあゲーム開始です。日本対マルタ、エキシビションマッチが始まりました。サイド紹介です。左から右に日本、画面右側がマルタとなります。南野打つ、シーノグ、いやいい反応でしたね、北澤さん。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。日本がこの試合最初のシュートを打ちました。大きく縦へ、富安、遠藤へ、組み立てながら攻め上がっていく遠藤、このボールはカットされます。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。安西、遠藤へ、日本が最終ラインまでボールを下げる。柴崎、長友へ、南野、一呼吸を置きます。キーパー前へ蹴り出します。ボールを下げてリズムを作るか。安西、右サイド上がっていきます。一気に前線にボールを送る富安、右サイド上がっていく安西からのフィードボール、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。マルタは先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね、うん。ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね、うん。まあ、攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね。安西、遠藤から緩いフィードボール来た、シュート、ルーズボールになる。
迫、柴崎、柴崎から岡崎、南野、あと少し、今のは惜しいシーンでした。いい姿勢ですよね。この積極性が大事ですよね。遠藤、ここは競り勝ちます。柴崎、柴崎へ。まだこの前半スコアに動きは見られません。岡崎サイドを使う、上がる、アウトまで来た、飛んでいった。マルコ、ここは大きくクリア。危険なシーンでした。右側から上がっていくか、南野、柴崎へ。届きましたよ。さあシュート、シュートを打っていきました。まあもらうまでにフリーだったと思うんですけども、しっかり寄せられてましたよね、体を。まあ寄せられてなければ決めれたでしょうけどね。長友、縦へのボール、吉田、ここは読んでいました。渡ります。さあカウンターを仕掛けます。これはファウルではありません。チャレンジはしません。後ろに流す、南野、アーチのようなパス、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。組み立てていきます。縦へ組み立てる、長友、ボールの奪い合い激しいものがあります。日本ここでファウルをもらいます。岡崎シュート、縦への難しいボールだったんですが合わせてきます。細かいパスを相手に寄せられるので少しロングフィード入れたりとか、うまいアイデア出してますよね。日本決定的なチャンスを収めることができませんでした。安西、富安、安西、上がっていく右サイド、一人持ち上がっていく、マルタが最終ラインまでボールを下げる。前半30分を経過しています。長いボール縦へ、遠藤、さあボールは岡崎、サイドのスペースを使います。南野から安西、中央、長いボールを送ります。まあ、中盤でしっかり抑えているというのは重要だと思いますね。南野、
ボールを下げてリズムを作るか。板倉、長友へ、大迫、柴崎へ、柴崎からアーチのようなパス、さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。スルーパスを狙う、両チームまだスコアレスです。このファーストハーフ、ロングフィードで狙う、長友このボールに触ります。遠藤、ここはファールです。早いパス回し、遠藤、ここは奪います。遠藤から大きく縦、裏のスペースを狙う、大迫に渡る、大迫からサイドのスペースへ、ここで丁寧にボールを扱う、中は枚数いる、遠藤、遠藤から安西、ここでファールがありました。たまらず行ってしまいましたね。注意に終わりました。ここは誰に合わせるのか、再びセットプレーのチャンス。このクリアボール次へつなげたい。安西から岡崎、右サイド上がっていきます。いきますよ、まだいきますよ。撫でるようなボールタッチ、クロスを入れる、これを拾いたい、マルタ、南野、シュート、セノブ、しかしこれよく止めましたね。いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。マルタはここクリアで難を逃れます。このパスを防ぎます。柴崎、足元大事にいきます。遠藤、ディフェンスをものともしません。いけるか、サイドを使います。前半終了です。15分間のブレークの後セカンドハーフに入ってまいります。前半0対0。北澤さん、前半ご覧になってどう思われました？日本としては前半をゼロで抑えるということがテーマでもあと見えたので、そういった意味ではまあまあの前半だったんじゃないでしょうかね。日本対マルタ、スコアレスのまま後半へと続きます。後半参りましょう。日本としてはだいぶ押してましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね。スルーパスを出す、チャンスを演出できるか、開きましたよ前。
遠藤、富安から長いボール縦へ、柴崎へ、南野、安西、南野から岡崎、大迫、丸田はディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。日本としては中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。これは来た、シュー、決まって先制、日本ようやく均衡を破ります。日本ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、見本になるような見事なカウンターアタックですよね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。日本1点先制しましたけど安心はできないですよね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、はい、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。板倉、長友へ、日本が最終ラインまでボールを下げる。富安、安西、遠藤へ、このパスがつながります。柴崎、大きく前線に入れます。ボールはクリア、丸田が先ほどからどんどん人数をかけて前線でプレッシャーをかけに行ってますね。そうですね、相手のバックラインまで積極的に行ってますからね。はい、北澤さん、そのような高い位置でボールを奪えれば一気にチャンスになりますものね。なりますね、ショートカウンターですね、うん、まあそのためにはただ人数をかけるだけではなくて、はい、チーム全体として連動して相手のパスコースを潰していかなければいけないんですよね、うん、そうなるとかなりスタミナの消耗が激しいので、はい、一人でも足が止まるともう連鎖的に厳しくなってしまいますよね。ポイントとしてはいつまでこのハイプレスが持つかですよね。そうですね、抜けるか、クロス合わせてくるか、ここは間合いを取る、長友から中、大きく縦へ、日本ここもしっかりディフェンスしました。縦へのボール、裏へのスルーパス、おっと、いいボールでしょ。長友、日本ここでファールをもらいます。一瞬開けば打ってきますよね、まあ、ミドル得意ですからね。大迫、遠藤へ、長いパスがつながります。
北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。日本としては守り切ろうということではなく通過点を狙いに行ってますよね。攻めて勝つというサッカーを展開してますからね。非常に見ていてワクワクさせますよね。大迫、ここは対応します。大迫、柴崎、遠藤へ、遠藤へ、遠藤から岡崎、来た、これは南のこぼれた。長友から大迫、チャンス来た。長いボール縦へ、吉田、遠藤、安西、岡崎、長いボールを送ります。安西、安西から南野、南野から大迫、安西、これ仕掛けるか。いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。スペースを狙う、これをカットします。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。このボールはつながりません。前を向けるか。さあ左へ預けて、仕掛けるタイミングを図る。仕掛けるか。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。大迫に渡る、この柔らかいパス、これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね。ふわっと裏を狙う、ここで受けて上げてくる、来た、頭だ、防いだ。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。大きく縦へ、板倉、一旦戻します。富安、右サイド上がっていく、裏を狙う、これはつながりません。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。
スルーパス。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。富安、日本としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、タイムエンドのホイッスルはまだかまだかという気持ちでしょう。もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。柴崎、長友、大迫へとルーズボール。これはファウルを取られました。わずかに合いません。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうという感じ出てますよね。時間かけずに攻めたいですよね。縦へのボール、さあ勝負の時間帯ですよ。長友、吉田、日本落ち着いて時間を使います。板倉、富安へ、安西、笛です。1対0、日本なんとか1点差で勝ちました。さあ北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。日本としては攻めアグネディが前半とは違って後半は周りが見えてましたよね。ハーフへの修正がうまく機能したということですよね。そうですね、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました。日本が1対0で勝利しています。